九段中受験生の皆さん、こんにちは。今回は同じ音の言葉であっても書くときには気をつけなければいけない、そんな、言葉について、皆さんに、お伝えしたいと思います。一つこんな歌知ってますか？私あんまり歌が得意じゃないんですけれども、夕焼け小焼けのだったかな、赤とんぼの後、追われてみたのはいつの日か、追われてみた、こんな風に書く人がいるんですよ。追われてみたですね。これだと夕焼け小焼けの赤とんぼに追いかけられてみたことになってしまう。恐ろしい歌ですね。実は正しくは追われてみたのはというような形にこうなります。この歌っていうのは赤とんぼを追われて、背負われて、お母さんにおんぶしてもらって見た、ちょっとこう昔を懐かしむ微笑ましい歌なんですよね。一字間違っただけで大変な話になってしまいます。字を書くときには一つ同じ音でも書き間違えてしまうと大変な意味持ってしまうこともありますので、皆さん書くときにはちょっとこういったところ注意しましょう。日常生活の中の何気なく使っている言葉、ちょっと注意するだけでもこういったところはどんどんと良くなっていきます。九段中合格目指して頑張ろう。